中年オタッキーです。実は今ね、夜中の2時です。動画撮る時間がなくてね、もう全然動画撮る時間なくて困ってるんですけども、まあなんとかね、まあ寝る時間潰してでも動画作るかなって感じで、まあ明日はねもうほとんど仕事ないんでね、影響が少ないんで、でね、まあ、動画を始める前にちょっと連絡というかお知らせなんですけど、いつもね、お世話になってるドリームロコモーティブ様、の、YouTube チャンネルでですね、カメラの山屋さんのね、写真展ですね、のスライドショーのね、動画を作っております。写真家の方のね、写真をスライドショーで紹介しておりますので、説明欄の方にね、リンクを貼っておきますので、もしよろしければ、見に行っていただければと思います。でチャンネル登録とかね、していただければ嬉しく思います。はい、で今日の動画なんですけど、このカメラの紹介ですね。これまあ先日ちょっとレンズがおかしくなっちゃったんですけど、まあ、写真いろいろ撮ってきたんで一応ね紹介しようと思ってね、ソニーのね、アルファ7ですね、スナナってやつですね、ここに書いてあるのか、アルファ7、まあ、このカメラの紹介をしていこうと思います。それでは動画スタート。はい、これね、フルサイズミラーレスの一番先兵を切ったカメラですね。まあ、アルファ7、スナナなんですけどね。まあ、アルファ7の何もついてない、一番最初のやつですね。で、発売がね、2013年ぐらいだと思うんですが、ちょっとソニーのサイトには書いてないんですよね。でね、一般仕様ということで、形式レンズ交換式デジタルカメラ、使用レンズはソニー E マウントレンズ、画像素子 35mm フルサイズ、35.8×23.9 XMOA CMOS センサーを採用、カメラ有効画素数が2430万画素、総画素数2470万画素、アスペクト比3:2、カラーフィルター RGB 原色フィルター、アンチダスト方式、帯電防止コートおよび超音波振動によるアンチダスト機能、アンチダストは電源オフ時ということですね。まあこれいろいろと、まあ、スペックが山のように書いてあるんですけども、まあソニーのカメラということで一番注目なのはやっぱりこの2つ、ピクチャーエフェクトとクリエイティブスタイルですね。これね、キャノンとかニコンにはなかったこのピクチャーエフェクト、13種類搭載されております。 NEX6 よりだいぶ強化されておりますね。ポスタリゼーション、カラー白黒、ポップカラー、レトルフォト、パートカラー RGBY、ハイコントラストモノクロ、トイカメラモード、ノーマル、クール、ウォーム、グリーン、マゼンダ、ソフト背景、ソフトフォーカス、弱中強、絵画調 HDR、 弱中強、リッチトーンモノクロ、ミニチュア、オート、上、中、横、下、右、中、縦、左、水彩画調、イラスト調、低、中、強とね、ピクチャーエフェクトが大幅に強化されているみたいです。で、クリエイティブスタイルの方は、スタンダード、ビビット、ニュートラル、クリア、ディープ、ライト、ポートレート、風景、夕景、夜景、紅葉、白黒、セピア、スタイルボックス、で、コントラストがプラスマイナス3段階、サイドプラスマイナス3段階、シャープネスプラスマイナス3段階ということになってますね。シャープネスまでね、クリエイティブスタイルでコントロールできるようです。まあ、キャノン、ニコンのカメラはね、一応ね、クリエイティブスタイルっていうか、まあ、キャノンは、ピクチャースタイルですけど、もう搭載しておりますがね、ここまで細かくはないですね。まあこの家電屋さんが考えるカメラということでね、特徴が出ていると思います。いろいろ面白い。特にね、僕が気に入ったのがね、ミニチュアオートなんですけど、普通のね風景がね、ジオラマに撮れたり、ジオラマ調に撮れたりするんでね、本当に面白い、ものを搭載していると思います。で、まあ、フルサイズミラーレスということでね、本格志向のカメラだとは思うんですが、そういう遊べるカメラ、遊べる機能がついているということで、これはね、ソニーさんのね、ものすごく大きなアドバンテージになると思いますね。で、このカメラの特徴なんですけど、まずちっちゃくて軽いんですね。
よっよっこらせ。まあ、あの、α7 シリーズでね、比較されるといえば、EOS 5シリーズ、5D シリーズね、が、まあ、よく挙げられると思うんですけど、まあ、ハイアマチュアカメラね、デジタルフルサイズ。まあ、EOS 5D ですね。まあ、α7 砂田だったら、まあ、6D と比較してもいいかもしれないけど、まあ、見りゃわかるんですけどね、もう大きさがもう全然違うんですね。全く違う。重さも全然違う。まあ、これは一応、あの、バッテリーグリップがついてるものになるんで、本来はもうちょっとだけちっちゃいですけど、まあ、それでも全然大きさが違いますね。重さも全然違います。まあ、あの、ミラーレスということで、まず構造がものすごく単純なんですね。ミラーがない。で、プリズムもないと。で、センサーが、捉えた映像を、EVF、ファインダー、もしくは後ろのモニターに表示して写真を撮るという、まあ、構造になっておりますね。で、まあ、レンズは外したらわかるんですけど、もういきなりね、センサーがこのように丸見えです。はい、あんまりね、レンズ外した状態で置きたくないなっていうね、まあ、通常一眼レフカメラだとシャッター幕と、ミラーがあって、まあ、センサーは全く見えない状況になってるんですけど、このミラーレスはもうレンズを外したらいきなり見えるんですね。まあ、キャノンのね、 EOS R シリーズはね、レンズを外したらシャッター幕が閉じるように、なっておるんですけど、まあ、そこは安心構造ということで、結構ね、そのキヤノンの EOS R シリーズで、ね、シャッター幕が閉まるのをね、あの、好感度が高いというね、あの、方多いですけど、このカメラ、ソニーの α シリーズはもうそんなことはない、センサー丸見えです。で、カメラとにかくちっちゃいんですね。ものすごくちっちゃくて薄い。これでね、合成を出すのは確かに大変だと思います。でね、背面に行きますけど、まあ、あの、狭いところにね、一生懸命収めた跡がよくわかるんですね。この、ロータリーコマンダーですか、こうぐるぐるね、回してメニューを選択すると同時に、これボタンにもなってるんですね。1人5役みたいな感じの、これ NEX のね、ロータリーコマンダーよく壊れるっていうね、まあ、こんだけちっちゃいところにね、収めたんです。まあ、ただ α7 シリーズのあんまり壊れたって聞かないけど、どうなのかなと思います。で、モニターはこのようにね、チルト式です。バリアングルはありません。一応ね、ローアングル撮影の時とかにね、こうウエストレベル的な使い方で、撮影できるので、これ便利は便利ですが、できればバリアングルが欲しかったところですかね。バリアングルでもね、ローアングル撮影できるんでね。ソニーさんはその α7 シリーズにはね、バリアングルは採用しないのはなんでだろうなと思います。動画機ぐらい、α7C シリーズがね、採用してもいいような気がしますけどね。ブロガーとかも使ってると思うんでね。でね、もう撮影モードはね、マニュアル、フルオート、プログラム、シャッター優先、絞り優先、など、まあ、いろいろありますが、僕はほとんどが絞り優先オートで使ってました。マニュアルはね、なんかこうちょっと使いにくいんです。ダイヤル的に使いにくい。で、絞り優先オートでね、全部露出をね、プラス1かけて使ってました。なんかね、ソニーのカメラ全体的に、まあ、NEX6 の時もそうだったんですけどね、撮影結果がね、若干アンダーに出るような気がします。これね、あの、デジタルカメラをメインに撮ってる人はよくやることなんですけど、ちょっとアンダーで撮るんですね。ちょっとアンダーで撮って、後でサイド上げとか、まあ、そんな感じで撮る人が多いんですけど、僕はその、後でサイド上げする、環境がないんで、パソコンをね、積んでませんから。だからね、もうドンピシャの露出で撮ろうと思ったら、だいたいプラス1ぐらいかけた方がいいかなって感じがします。でね、今回このレンズ、これキットレンズのね、2870、F3.5 から5.6っていうキットレンズ、このレンズでね、写真を撮ってきました。結構バタバタとね、桜がね、駆け足で散っていくんで、桜をなんとか撮ろうと思ってね、桜の作例になっていきますんで、ここからは、作例紹介になってまいります。はい、作例なんですけどね、まあね、今回は、とりあえずファーストダウンということで、クリエイティブスタイルはもう標準スタンダードで全部撮りました。
え、まあ、このようにね、このレンズ非常にシャープに映っておりまして、 70mm まですると結構背景もボケますね。これ絞り F 全部絞り F8、絞り優先オート、露出はね全部プラス1かけて撮っておりますが、まあね、標準のクリエイティブスタイルということもあって非常にナチュラル、自然な感じで撮れております。ソニーってね、標準のね、状態でもね、ものすごく鮮やかに撮れるっていうイメージがあるんですけど、まあこのように非常にニュートラルでね、自然な絵になっておりますね。まあ NEX シリーズとはちょっと描写の個性としてはなんか違うような気もしますね。もう、まあ、最初からビビット調だったような気がしますね、NEX は。まあまあ自然にね、青も発色しておりまして、好感が持てる発色であると思いますし、レンズの解像度、も申し分ないと思いますね。これキットレンズでね、ここまで解像すればまあ十分だろうっていう気がしますね。なかなかね、まあ、満足のいくスチールカメラとしては満足のいく、結果になっていると思います。まだビビットとかね、他のやつは試してないんです。クリエイティブスタイルもピクチャーエフェクトもまだ何も試してないんですけども、何か試す前にレンズが壊れちゃったんですよね、これね。もうね、もう起動する瞬間からね、もうこれ音がしちゃうんですよね。こんなに音が出るとね、もうね、動画撮れないですよね。うん。で、先日の動画でも言いましたけど、首から下げて持ち歩くのがちょっとまずいという説明書書いてあるんですけどね、これ桜を撮りに行った時にね、首から下げて自転車漕いでね、まあ、1時間ぐらい、連れ回ったんですね、このカメラをね。で、帰ってきてさ、動画撮影しようと思ったら、その時にね、動画撮影しようと思ったら、なんかギギギガガガガっていう音がするようになっちゃったんですね。で、まあ、この動画を撮り終わった後も、このカメラとレンズを一緒に、まあ、カメラの北村さんにでも預けてね、ソニーさんに修理に出そうと思ってるんですけど、まあ、説明書通りの使い方をしてなかったっていうことがバレたら、やっぱり優勝修理になるのかなと、ちょっとビビっております。このカメラね、まあ、壊れやすいとか、いろいろあるんですけども、オールドレンズをね、マウントアダプターにで装着して、フルサイズのね、デジタルで、ミラーレスで撮るっていうのはね、もう現状ではこのカメラ一択だと思うんですよ。まあ、まず安いっていうのもありますし、まあ、普及してる台数が多い。まあ、当然そのマウントアダプターの種類も多いですしね、選択肢がいっぱいあるんでね。まあ、キャノンとかニコンにもね、フルサイズミラーレスありますけど、まだまだ選択肢が狭いことを考えると、現状ではね、ソニーのアルファがやっぱりオールドレンズで遊ぶには、一番、まあ、適してるんじゃないかなと思います。まあ、だからこのレンズはどうやら壊れやすいみたいですけど、オールドレンズで遊ぶ分にはもうこのレンズ関係ないですし、ボディさえ良ければいいと思うんでね。で、この、スナナアルファ7の初代には、ボディ内手ブレ補正が内蔵されてなくてね、光学手ブレ補正だけなんですね。だからオールドレンズをつけるとボディ内手ブレ補正が利用できないっていうことになりますけど、僕はね、そのボディ内手ブレ補正ってそんな、まああった方がいいだろうけどね、そんな絶対いるかって言ったら別にいらないかなって思ってるんですね。まあこれはEOS R とかでね、まあ、みんなもボディ内手ブレ補正がないとかでケチョンケチョンに言ってましたけど、別にいらねえんじゃねえのって思いますね。だってフィルムカメラでね、ボディ内手ブレ補正なんかついてるやつないですし、まあ EOS シリーズはね、その、EOS とかそのニコンの F とかだったら、ニコン F マウントだったら、AF のレンズだったら、まあ、イメージスタビライザーですか、手ブレ補正が光学的に入っているものあることはありますけどね、フィルム時代からもうずっとねスローシャッター我慢してね、低感度のフィルムで、暗いところで撮ったりしてるんで、別にボディ内手ブレ補正いるかなと思って、まあ、いらないんじゃないのって思いますね。うん、まあ、あった方がいいんでしょうけどね。で、その、ボディ内手ブレ補正があってもね、あれなんだ、動画でね、そのスタビライザーみたいなやつ、ような効果は、まあ、そこまでは望めないということで、中途半端なんで、アルファ7にスタビライザーつけて撮ったらいいんじゃないかなと思いますね。このカメラね、流通価格としてはね、ヤフオクで大体ね、中古でボディが5万円前後、このレンズは2万円ぐらいで出てるみたいです。で、まあ、中古ということで保証がないっていうことを考えたらちょっと高いかなって思いますね。僕のこのカメラは、
一応ねヨドバシカメラの展示品だったみたいなんですね。でソニーさんの α7 があのカタログ落ちして展示する必要がなくなったやつが流出したということで、一応このカメラ1年保証がついてるんです。中古品なのに1年保証がついてソニーのメーカー保証がついてるんですね。まあ、これで、送料込みで 69,800円だったんですよ。レンズ、ボディ、で付属品もね全部揃ってまあ、ストラップなんか新品でしたからね。で 69,800円だったんでまあお買い得だったんじゃないかなと思います。もう出回ってないかな、さすがにね。もうあのカタログ落ちしてもうすでに4ヶ月になりますね。今から探してもないと思います。まあまあ幸運だったのかなと思いますけど、まあ、レンズが壊れたんで、まあ、保証つけてて本当に良かったなって思いますね。まあ、現在ねスマホでちょっと撮影しててノイジーだと思うんですけども、このカメラが帰ってきたらまたね、このカメラで動画を撮影しようと思ってますが、このレンズを売っ払って売った金でコンデジ、パナソニックあたりのコンデジを買うのもまあありかなとおぼろげに思ってますが、皆さんどう思われるでしょうか。はい、今日のねあの α7、まあ α7 ね一応モノクロモードだけ撮ってきたんでモノクロモードの写真も一応紹介しとこうかな。モノクロモード、こんな感じでね、これが元画像ですね。元画像っていうか、同じような場所で、カラーで撮った写真、これがモノクロになります。ただねあのクリエイティブスタイルでモノクロを選んだ場合、まあ、このようにちょっとニュートラル、ナチュラルか、柔らかい感じになりますね。だから、コントラストが高い写真を選ぶとなるとクリエイティブスタイルで、ハイコントラストモノクロを選ぶことになるのかな。コントラストを上げるのか、ハイコントラストモノクロっていうのはなくなって、コントラストリッチトーンモノクロもないのかな。あ違うわ、これはピクチャーエフェクトの方で選ぶんですね。ピクチャーエフェクトでハイコントラストモノクロ、リッチトーンモノクロっていうので、モノクロを結構コントロールして遊ぶ、モノクロ写真が好きな方にはね本当におすすめできるモードが搭載されておりますので、まあオールドレンズでさらにもリッチトーンモノクロとか、ハイコントラストモノクロとか結構遊べるカメラなんだと思いますね。ただまあ先日から言っておりますように壊れやすいのだけがネックかな。まあ α7 ボディ、どのぐらい壊れやすいかってまあマウントが弱いとかいろいろ言われてますけどね、あんまり乱暴に使わない方がいいカメラであることは間違いないと思います。こんな感じですね。はい、ここからはね視聴者様の作品投稿のコーナーになってまいります。はい、作品投稿のコーナー、今日はね一都市九さんがトップバッターですね。作品2枚来ております。1枚目がねタイトル門脇小学校、2枚目が頑張ろう石巻ってことですね。カメラはミノルタ XD MD ロックオール 50mmF1.4 アグファ APX100 で撮られております。で作品なんですけどこれね 1枚目はこれ津波を食らった小学校、門脇小学校って津波を食らってもまあまあ壊れてるんですねこれね。まあ、フェンスが張ってありますけど、2枚目はね、頑張ろう石巻ということで、復興のね工事の現場を、撮影した模様になることですかね。これね僕もね 4,5 年前にね仙台まではトラックで行って、結構津波の後見たんですけど、うわーまだこんなんかと思ってねちょっとビビって見てたんですけどね、まだまだ復興は道半ばという感じの写真ですかね。貴重な写真だと思います。一都市九さんありがとうございます。次はねのりかずさんでいいのかな。のりかずさんでいいんですね。ちょっとわかんない。最近ペンネームが多いんでちょっと難しくなってます。お疲れ様です。この前のライブの時もコメントしましたが、近所の富士カラーのお店でハーフカメラで撮ったフィルムを現像してデータ化してもらいました。スキャンはニコイチではなくて一コマスキャンでゴミ付着もなく非常に満足のいく仕上がりでした。これでスキャン450円安いかな。安いですね、これは安いと思います。1枚目、タイトル琴聞橋、嵐山の渡月橋の北爪に琴聞橋跡の石碑が立っています。2枚目は、題名
光の中の十字架、ペンは絞り羽が4枚なんで工場も四筋になるんですね。今更ながら気づきましたということですね。カメラオリンパスペン EED、フィルムはニューシーガル100イエローフィルターを使用しているということですね。で1枚目からいきますけど、イエローフィルターのね効果もあってね、結構コントラストが上がってます。ニューシーガル100ということで、中身はケントメア100と同じと思いますが、ケントメアでねペンで撮ったら結構な柔らかい調子で撮ることが多いんですね。これかなりいい感じですね。で2枚目なんですけどね、まあ、クロスフィルターとか十字フィルターがかかってるようになってるんですけど、これがね、絞り羽が4枚の効果、なんですね。結構ね、逆に綺麗に感じますが、どうでしょう。この2枚ね、とてもハーフカメラとは思えない仕上がり、なかなかの写真になっております。のりかさん、ありがとうございます。次がね、ペンネーム高滝さんですね。タイトルは2つの曲ということですね。中年おたきさん、皆さんこんにちは、こんばんは。染み渡る冬の青空と枯れた植物、次の世代を種として残したひまわりと生命が終えた立ち枯れた木というように2つの対極したものを写しました。本当は1月にと思いましたが、枯れ木が本当に生命を終えているのかどうかの確認のため投稿がずれましたということですね。カメラはオリンパスペン E2、フィルムはフジカラー100、2013年使用期限を ISO50 に設定して撮影ということですね。で写真なんですけどもね、フジカラー100もともとね淡白な色がいいんですね。それをねそのペンで撮ったらさらに結構淡白になるんですけど、でさらに期限切れということでかなり淡白になってますが、これがねなんかあの立ち枯れた木をね表現するのに逆にいい効果を与えていると思います。まあ、かなり寂しい感じの写真にはなりますが、いい味が出ているんだと思いますね。はい、高崎さんありがとうございます。次はね、キャラブキさんから2枚ですね。こんばんは、今回も2枚投稿させていただきます。1枚目は先日の動画でお話ししていました虹のフレを狙って撮ってきました。題名、雲の中にかかる虹、ソニーアルファ7-2、レンズジュピター 850mmF2、 2枚目は地元の桜も満開になりましたので桜スナップしてきました。題名は幸せな時間、ソニーアルファ7-2、レンズスーパータクマ 105mmF2.8、 どちらも取って出しの写真です。フィルムの現像が上がらないので今回もデジタルになります、よろしくお願いしますということなんですけどね。1枚目なんですけどね、左の上の方にねちょっと虹色の、ゴーストがかかってるのが分かりますかね。これレンズの中に光を入れてねちょっと暗っぽい背景で撮った方が目立つと思う、ちょっと分かりにくいかな。まあ、オールドレンズの味ということでね、虹ゴースト、ジビタイトでも出るんですね。で2枚目の方なんですけども、これ2枚目手前に何か桜かなんかを入れたんでしょうけど、ちょっともうちょっと絞らないとね、被写体が完全に手前のものが完全にボケてしまってコントラストを下げる要因になってますね。被写体はね真ん中のカップルなのかな、幸せな時間ということでなかなかいい感じになっておりますが、もうちょい絞った方が良かったかなって思いますね。はい、キャラブキさんありがとうございます。次がねこれ岩渕さんでいいかな、初投稿ですね。こんばんは、はじめまして、写真撮影が好きな22歳です。この度職場の方からの紹介で作品投稿コーナーへの投稿を行いたいと思い DM させていただきました。よろしくお願いします。どちらも数年前に iPhone6S で撮影したものになります。タイトル1枚目は秋の十和田湖、2枚目は冬の東京タワーになります。よろしくお願いしますということですね。で作品なんですけど、1枚目ね非常に面白い写真、ちょっとだけ葉っぱの先、手前の葉っぱの先がブレてるようにも見える。これ風でもなんか吹いたのかな、光はないんですけど、これなかなか、味のある作品になっておりますね。で2枚目なんですけど、よっと2枚目東京タワーなんですけどね、もうこれ高感度撮影ということで、まあさすがに iPhone のセンサーの大きさでは赤が滲んでしまってますね。高感度耐性はまだまだ、APS-C サイズとかフルサイズの、センサーにはかなわないところでありますが、あと5年もしたら追いついてくるんかなと思うと、ちょっとねスマホカメラ恐るべしという感じですね。はい、岩渕さんありがとうございます。ぜひねスチールカメラでもね挑戦してみてくださいね。やっぱりねスマホのカメラとは違った写真が撮れると思います。特に高感度耐性は素晴らしいものが多いですね。
ここまでかな、1,2,3,4,5 名、今日のね、作品投稿のコーナーここまでになりますね。はい、かなりね待機者が、出ておるんですが、もうしばらくお待ちいただけますでしょうか。ものすごく待ってます今ね、でここからは、俺のカメラのコーナーになってまいります。はい、俺のカメラのコーナー、今回はヒデさんさんの俺のカメラですね。中年オタッキーさん、こんばんは。毎回楽しく見ています。初めて俺のカメラコーナーに投稿します。コニカといえば桜です。この時期に投稿しようと待っていた、このシリーズは7台持ってるんですが、どう撮影するか迷いました。結果3つつなげてコニカ3兄弟としました。団子3兄弟みたいですね。ちょっと古いか。2枚投稿します。なかなかうまい構図が取れませんでしたが、よろしくお願いします。モノクロトリミングしております。なおビールの宣伝ではありませんということですね。これね、何のことか分かんないっていう方、このコニカ3兄弟、これね、手前からコニカ3、コニカ2、コニカ1なんですね。で、桜ビール、これ飲んだことないですけど、桜ビールっていうね、ビールを、一緒に、撮っておりますね。で、なんでね、コニカといえば桜かっていうかね、一時期ね、桜カラーっていうね、フィルム、以前ありましたけど、コニシロクが売ってたんですね。この桜カラーのね、編成はちょっとわかんないですけど、最後の方はコニシロクが売ってたということだけ存じ上げておるんですけども、最初の方はどうなったかわかんないですけどね。で、コニカ3だけね、今積んでます。よいしょ。これがコニカ3ですね。非常にね、今フィルム入れて撮ってるんですけど、ファインダーの出来がものすごく良くてね、まあ、レンズもね、ヘキサノンのレンズで映りがいいということなんですけどもね、今試写しております。もうちょっとしたらね、取り上がってまた出てくると思うんですけども、このコニカ3、非常に面白いカメラになってますのでね、また、カメラ紹介のね、動画、こうご期待ということですね。はい、今日はヒデさんさん、ありがとうございました。ここからはね、やったやっちまったのコーナーになります。やったやっちまったのコーナー、今日はね、夢旅人さんの、やったですね。お疲れ様です。やったコーナーに投稿します。自宅の押し入れにあったフィルムカメラ、オリンパストリップ35が出てきました。見事なカビです。この状態でシャッターを切ってみると赤ベロが出て反応しました。もしやと思って電球に向けるとシャッターが切れました。30年以上使用していないカメラ、まさかシャッターが切れるとは思いませんでした。軍艦部を外して軽くメンテ、ファインダーもカビなどがあったけど見える範囲で綺麗にできました。配線も切れてないのでエアブローして戻しました。時間のある時にコツコツ磨いてここまで綺麗になりました。オリンパストリップ35復活しました。フィルム詰めて撮影してみたいですということですね。このトリップ35ね、とにかく映りがいいので有名ですね。マニアの方も結構いらっしゃいますね。レンズはね、テスターコピーのね、3分4枚だと思うんですけどもね、本当にね、ヘみたいなちっちゃいレンズでもね、一眼レフカメラいらないぞっていうぐらいの写真が、楽しめるカメラになってます。チャンネル登録者ね、4000名到達しましたらね、トリップ35プレゼントに出しますのでね、皆さん期待してお待ちくださいということですね。やったやっちまったコーナー、今回は夢旅さんのやったでした。投稿ありがとうございます。ここからはね、教えてオタッキーさんのコーナーに行きます。教えてオタッキーさんのコーナーなんですけど、今回はね、僕は教えられる方ですね。前回の動画でね、キャノン F1 のシャッター幕の話をしたんですけど、それに匠さんが反応していただきましてね、本日の動画見ました。俺のカメラタイトル剥奪は悔しいですが、あの藤かなら納得です。さて、教えてオタッキーのコーナーでシャッター幕のことを挙げておられましたが、自分なりの高速シャッターの幕状態の簡単な確認方法を DM で投稿させていただきます。まず強めの LED ライトをカメラのシャッター幕に向けて照射します。2、スマホのカメラを起動しスローモーションに合わせます。3、LED に照らされたシャッター幕にピントを合わせ、画面上でピントを合わせたい部分をタップ。4、ひたすら下にスワイプして露出を下げます。5、スマホの撮影開始しカメラのシャッターを切る。
これでコマ送りでスリット状に開き移動するシャッター幕の確認ができます。私の iPhone ではできています。ぜひお試しいただき、くださいということですね。なおシャッター幕の後ろに白い紙などを敷いておくとシャッター幕の動作状態がよりよくわかるということですね。動画を送っていただいておりますが、これなかなかですね、シャッター幕の状態を確認するのにはいい手法だと思います。たくみさんありがとうございます。次で、もう一つあったんだよな。あれ、どこ行ったっけ。あ、これだ。ヤフーコング別名桃色山梨様からね、前回の動画でやはりね、OM10 のピントズレの話をしたんですけどね。こんばんは。いつも動画を楽しく拝見させていただいております。今回 OM10 でピントがずれるお話をされていたと思いますが、 OM10 はミラーの位置決めに、クッションが貼り付けてあり、もし脱落するとミラーの位置がずれてピントが合わなくなります。1枚目の写真は正常な OM10 で、ご覧のようにミラーの裏側先端に薄いシートが貼ってあります。2枚目はピントがずれていたリコー XR7 でシートが欠品していたので代わりにテープを重ね貼りしています。本当はもっとしっかりと補修した方がいいのでしょうか。これでもなんとか映ります。このね、ミラーのね、とこにスペーサーが貼ってあるんですね。これでなんかピント調整をしてあるようで、これが外れると、ピントが合わなくなってしまうということで、ミラーでピント調整をするような構造になっておるんですね。教えていただきありがとうございます。参考になりましたでしょうか。ちょっとずつね、こうやって、情報を集めて勉強して、ジャンクカメラをね、正常に戻す、ようにね、なっていくと思いますが、今回は貴重な、情報、お二方ありがとうございました。でここからはね、お待ちかね、キヤノン A シリーズシャッター泣き選手権です。はい、キヤノン A シリーズシャッター泣き選手権、今回はこれ初投稿になりますね。ボディートリップエンプティーズさんからですね。こんにちは。いつも楽しく拝見させていただいております。初めての投稿になります。初めての投稿が泣き選手権とは笑い、うちの子はこんな泣き方ですがどうでしょうか。よろしくお願いいたしますということですね。で動画なんですけど、ちょっと甲高いかな、ちょっと甲高い鳴き声で泣いておりますね。前回の、シャッター泣き選手権の動画だとだいぶ、芸術点が高いかな芸術点が高い。ボディートリップエンプティーさんありがとうございますね。シャッター泣き選手権一応4月いっぱいまで募集しております。我こそだと思うからキヤノン A シリーズのねシャッター泣きしてるカメラだったら何でもいいんでね、10秒前後の、動画をね、DM で送っていただければ紹介いたします。でね、一番面白いというか芸術点が高いというか、泣き声を出したね、投稿者の方には、オリンパス OM707を、いるっていう人はプレゼントします。いらねえって人はもうあげません、まあ、今日の動画は、こんな感じになります。いかがだったでしょうか。このね、オリンパスでね、ソニーの α7 なんですけども、もうこの動画がね終わったら、修理に出すことになると思うんですけどね、まあ、修理のね、終わった時の報告とかまた動画でさせていただくと思いますけど、まずその時は広告期待ということになりますが、まあ、壊れやすいカメラということ、まあ、今回レンズが壊れた、カメラ本体は壊れてないんですけどね、まあ、一緒に修理に出すことになると思いますが、まあ、取り扱い注意というね、ことですね。他の、その、キヤノンとかニコンとか、ペンタックスとかオリンパスとかのカメラと同じ感覚で扱ってると壊れるぞっていう感じで。まあ、壊れない人もいるっちゃいるんですけどね。まあ、そこは難しいところではありますが、まあ、壊れないことに越したことないんで大事に扱っていきましょう。今日の動画最後まで見ていただきありがとうございました。高評価、
コメント、登録、チャンネル登録のぜひぜひお願いしますね。高評価の方はね、もうポチッと押すだけなんで、今すぐポチッと押していただけたと思います。コメントの方ね、ちょっと、この夜中の2時に撮影してるぐらいなんで、コメント返しする時間が全然なくてね、ちょっと滞っておりますが、まあ、見落としのない限りはね、コメント全部返していこうと思ってますんで、コメント、感じたこととかありましたら、ぜひぜひよろしくお願いします。あと、チャンネル登録ね、もうちょっとで4000名、あと50名ほどか、まあ、チャンネル登録4000名飛ばすとカメラプレゼントが発動しますのでね、まだチャンネル登録してない方はぜひぜひチャンネル登録お願いします。はい、今日の動画はこんな感じになりました。本当ね、なかなかねこの中が明けないことで、まあ、どんどん感染は増えていっておりますが、皆様感染しないように十分お気をつけてお過ごしくださいませ。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ごきげんよう、さよなら。